藤登紀子さんです。どうぞこちらへおいでください。今も年間70本以上コンサートをご出演してるそれを元気さんです。どうぞお座りくださいませ。いろいろ伺わせていただきます。どうもしばらくです。さぞお元気そうで、はい、素敵なお洋服。今年で80歳でおなりになるそうです。そう、徹子さんの前ではまだ本当にガキッチョでございます。何をおっしゃいますやら。80歳を迎えた。そうですね、50歳の時に50からは一つずつ減らすっていう考え方を してきたんですよね。そしたらちょうど80というのは20歳なんですよね。あ、そうなの。そうすると20歳を迎えるんだと思うと、うん、なんかすごくこうなんか張り切っちゃうわねみたいな感じで、で実はそんなこと言っても自分勝手だなと思ってたんですけど、私の母がちょうど99歳の時、うん、私の7番目の孫が1歳だったんです、うん、でたまたまその99歳の母がもうすごく元気な人だったけど少し介助が必要になってきて2人並んでお粥を食べさせてたことがあって、あ、そうだそれでいいんだと思って、今は80歳っていうのはまだ20歳ですから大張り切りなんだけど、90ぐらいになったらもう責任能力は10歳ぐらいでいいのかっていう、で100歳近くなったらもう生まれたばっかりの赤ん坊と同じでもいいっていうか、そういうふうに考えていけば年を取ることがなんかすごいちょっと楽しみになるっていう、まあ楽しみにしたいなっていうふうに思って。そうですか。プライベートでは7人のお孫さんのおばあちゃん、ずいぶんいっぱいお孫さんいらっしゃるのね。そうですね、上がもう22歳になりましたので、孫の上が、はい、一番大きい孫が、まあものすごくお元気で、この夏は野外のロックフェスティバルにもご出演になるという、今でも年間70本以上のコンサートをなさるということでございます。去年のコンサートの映像ちょっと拝見しますのでご覧ください。100万本のバラの花、あなたあなたあなた見て、窓から見える広場、真っ赤なバラの海。素敵。この秋には海外でもコンサートなさるんですって。そうですね、マレーシアに9月に行ってきました、うん、そして10月にジョージア、100万本のバラの主人公のピロスマニっていう画家の出身地なんですね、うん、で本当はもう3年ぐらい前から計画してたのをコロナで伸びて、うん、この秋になりましたね。いろんなことが今年に集中している感じです。なるほど。まあ、元気の秘訣は教育と教養だそうです。教育と教養ですよってそれは教育ところがあるのと今日用事があるっていうのが元気の秘訣だっていうんですね。で私も今日用事がないのが結構苦手で、コロナになった時はやっぱりちょっと行かなくてよくなった、まあ、仕事もそんなに多くはなくなったの でその時にそういうふうに何にも仕事がなくても用事があるようにしようと思って家事を結構一生懸命するようになりました、あらあら。それでご飯もちゃんと作るとか、うん、材料にこだわるとか、うん、あとは新聞の切り抜きをするとか、うん、今日毎日毎日やらなきゃいけないことがいっぱいあるように、そういう生活の仕方を身につけた方がいいなと思って、うん、それとかあとはやっぱり50になった時に私のモットーで好きなことを好きな人と好きなようにっていう、うん、目標を立てたんですよね。だから嫌な仕事はしないだから私の夫がお前にはストレスというものはあるのかって聞いたことがあるんだけど、ストレスをあんまり溜め込まないためには、あ、好きなようにできたなっていう、うん、自分の工夫でとか、うん、もちろんコンサートもですし、やっぱり好きなようにできたなっていう満足感を得られるためのやっぱり努力というか、まあね、日々のね、こう、まあ、身体的な鍛錬とかそういうのもやっぱり、ね、欠かせないですね、やっぱりこういう年齢になる。なるほどね。この方はご主人、ずいぶんハンサムだったね。あれ、ハンサムでしたね、本当ハンサムだと思います本当
当に58という若さだったので、あのちょっとハンサムのまま行ってしまいましたが、ご主人が残してくださった、うん、千葉鴨川の農園、ちょっと VTR があるのでご覧いただいていいですか。藤本が持っていた本蔵書をね、あの簡単な写真をこれがあの亡くなる前の年に田んぼの自分もちゃんと入って田植えをした写真です。この辺を全部みんなで手で植えた稲なんです。ここの4田んぼぐらいが藤本敏夫がいた頃からみんなで作ってきた田んぼです。どうにかね、実って今年広いわね、日照りが多かった年ですけど、こう花が綺麗ね。ここちょっと大きくなりすぎちゃってる。オクラこんな、もうね、あの取り終わった後で大きくなりすぎてるんだけど、すごい、あの、すごく雨が少なかったので、あの味が美味しいんです。ナスもお花がね、あ、映ってる。ピーマン。映ってます。すごい。こういうぬるぬるしたものが好きです。ここに納豆になっております。いただきます。あら、いい、美味しい。美味しそうね。野菜のいいとこで、あの自分の畑で作れるのの役得はね、うん、お花が見れることなんです。あ、なるほどね。ナスでもお花綺麗だし、うん、今オクラちょっと見えてたと思うんですが、うん、お花が綺麗で、あの、まあ、そんなことで、あの畑全体としてはうちで使うだけなんで、うん、見栄えはあんまりあれですけど、でも召し上がれるっていうね、うん、なんかああいうところのこう風があったし好きよ、風が、ね、風が、うん、ここはあの鴨川なのでやっぱり丘の上ですけど、うん、ちょっと海風なんです。あ、そうなん。だからすごく常に風が吹いてて、うん、本当にあの私の好きなあの場所なんですけど、ね、そうですか。健康というのは、まあ夫からもらったかなって最近になって改めて、こう農場があったり自家製のお味噌とか、あの自家製の醤油とか、やっぱ彼が病気だったので、まあ、約25年くらいある意味では彼の健康を取り戻したいというような思いもあって、ね、あのみあの、まあ、発見したというか、そういうこともありますね。そうですか。あとはね、あの健康の秘訣としたら、あのお風呂サウナに入るんです、うん、サウナに入ってゆっくりお風呂に入って、で、キャンドルの明かりでお風呂に入って、うん、あらいい、精神的にちょっと行ったりして、うん、で水シャワーを必ず冬でも最後に、うん、でそういうサイクルを寝る前にちゃんとやるんですよね、うんうん、ちょっと VTR があるのでご覧いただいていいですか。ここがサウナ。そう、これはあのフィンランドのストーブなんですよ、サウナ用の、うん、ここにある薪をくべながらね、あの入るサウナなんです。焚き火をするっていうのはまたね、すごく心の癒しになります。寝る前にはどんなにあのその前に仕事が忙しかったり、うん、まあ、悩ましいことがあったりしても、寝る前だけはもう本当に寝るというため の、 その儀式いいな。なんか古民家の再生する様子などもちょっと映像にあるそうでございますので、ご覧ください。ここがね、あのやっとちょっと改築できた、まだ仕上がってないんですけど、ちょっとご案内します。まだちょっと工事中なんで、ここがね、こいつ近めのままにして、本当だ、いろり風のこれ一応昔からあったやつを取っといたんで、ここに下げようって言ってるんですけどね、今ちょっとまだ上が出来上がってないんで、あ、広い部屋ですね、うん、ここでね、みんなであの合宿したりみんなで、あの台風が来て屋根がダメになっちゃったんで、まあ、その機会にちょっとちゃんと使えるような場所にしようか。随分ゆっくりできるでしょうね、あそこだったなんか。あの実はね、あのこ
周年の台風で、うん、あの本当に被害があったんです、うん、でほとんど瓦、かやぶきの上にトタンがかけてあったのが、うん、あの集落のうちの何軒かがもう飛んでしまって、うん、そしたらあの屋根がじゃじゃ漏れ、雨が降ってしまって、うん、建物があのダメになってしまうんですね、いっぺんに。それでそのもう終わりにするのか再生するのかの、まあ、選択を迫られたんですよね。 できればあの、まあ、築200年くらい前のものなので、うん、あの残したいと思って、それであのやっといくつかまだあるんですけど、あの、うん、一つ手掛けられた、うん、私はあのここはみんなで未来を探す場所だって言ってるんですね、うん、ワイワイやってるっていう感じです。森進久弥さんの知床旅情発売からちょうど60周年になるんです、うん、今年。いや、森重久弥さんと根西も本当にすごいんですね。あのもともと知床旅情を私に初めて聞かせてくれたのは私 あのさっき農場を作った夫なんですね、うん、夫があの まだ24歳、私たち出会った頃にあの歌ってくれて、で私はあの歌っていうのはそのなんかプロの歌手が歌ってあの綺麗に歌ってっていうそういうんじゃなくて、あの人の心の中にみんな住み着くっていうんですかね、こうその人の人生を支えるようなあのものにならなきゃダメだと思って、まあ、その頃から森重さんとお会いした時に、何かあの君は僕の心と同じようなものを持ってるなっていう、あ、そう。でそれは戦後 あの引き上げを経験してて、本当に同じようなところをね、あの通ってきたので、ちょうど森重さんが森重自伝っていう本の中にあの引き上げて帰ってきて無事に生き延びて、うん、それは素晴らしいんだけれども、船の引き上げ船の上には1歳2歳の痛い気のない子供がね、もうやっと生き抜いてここまで来たっていう、もうその姿がね胸に焼き付いたっていうふうに書いてらっしゃるんですけど、それが私なわけなんですよ、うん、引き上げ船の上にやっと歩けてここまで来たっていうのが私だったので、うん、で森重さんがそのことをすごく思ってくださって、時子は赤ん坊だったから何にも覚えてないだろう、でもお前さんの声にはちゃんとそのハルビン あの冷たい風のあの風を知っている声だねって言ってくださってたのはね、あの本当にすごいあの私の人生の全てをこの掴んでくださってやらせてくださってるみたい、森重さんが知床旅情を作られた時 あの強い思いですね、あの厳しい自然の中を生き抜いてる人たちを、ね、まあ、事故もたくさんあったりした、その中を生き抜いてる人たちを応援しようとしてあの歌を作った、うん、で森重さんがあの同時にライフワークとしてあの屋根の上のバイオリン弾きという、まあ、900回以上もあの上演された、屋根の上のバイオリン弾きがウクライナを舞台にしたその中で、ね、ウクライナのミュージカルでしたので、あの本当に去年は森重さんっていう人が歩かれた道をもう一回一生懸命なぞるような、そんな感じの思いがありましたね。なるほどね。かなり近い日に佐世保へ上陸なさったとか。そうなんです、あの森重さん亡くなって10年後に、うん、森重さん書かれたものがあの本になって出たんですね、うん、でそれを丁寧に読んでましたら、引き上げ船に乗って佐世保港に着いた、あの地面にあのやっと足をつけたのが10月の16日とかというふうに書いてらして、でそうすると私たちとほぼ一緒なんですね。そうなんだ。こういうのはなんというあの偶然の発見で、うんうん、であとあの小学校の時に兵庫県の鳴尾小学校にいらしたことがあるとかっていうのもその書いてあって、うん、私の夫も鳴尾小学校だったので、こんなところでつながるんだろうかと思ってね、本当にあの不思議なあの深い縁を感じましたね。そうです。日比谷野音のコンサート上に友情出演してくださったで、天劇に出てたからあの忙しい真っ最中、屋根の上のバイオリン弾きや天劇で上演されてる時期で、うん、もう僕は忙しいよっておっしゃったんですけど、帝劇のすぐ近くに日比谷野音が そこに15分だけ来てくれませんかって言ったそしたらあの、うん、あの森重さんその本番前に15分ぐらいご飯食べたりするんじゃないですかって言ったら、お前はうまいこと言うなって言ってで来てくださったんです。あ、そうなの。それで15分だけの出演って言ってたんですけど、なんかもの
一緒にまあ屋根のバーリ弾きの歌も歌って、だからステージの上でアンコールしてくださったの自分で、もう一曲歌っていいかってで、この急に私にギターを弾けって言って、うん、歌これから草原っていう歌われる時の写真なんです。そうなの、楽しかったですね。本当、あなたも随分今と見場が違いますね、頭が。そうなんです、可愛いって女の子の81年か切った、80年に切った。あ、そうなの、可愛い。森重さんって面白い方でしたね、こうやって見ると。森重さんがだから私はそうよくおっしゃってる、そのお尻を触ってもらわないと一人前じゃないってよくおっしゃったでしょ私には一回どうって、私はそういう意味では触っていただいてないんです。私はきっと娘、まだ娘だったのかなって私も触られたこと、あの方触ったりはしない、私にはね一回どうって必ず言うの、しょっちゅう必ず最後にお会いした時もね、車の中にいて、私は道路のところからねえねえってここに行ったら、グッと人のこと引っ張ってね、一回どうって、ね、もうずっと言い続けてくださいねって言ったんだけど、それが最後になっちゃった森重さんが徹子の部屋の第1回の出演者なんですけど、はい、その時歌ってくださってるので、ちょっと聞いてくださっていいですか。だってね、あんた3つぐらいさせるって言ったじゃないですか、その話を。そうだ、でも歌も歌になってくださるとおっしゃるから、一番私の大好きな歌を歌ってくださるって、北海道に。おほつくの船白くいて果て命あるものは暗い雪の下。ああ残念、もうちょっと聞きたかった。知床旅情はロケが全部終わった時にラオスの人たちに置き土産でギターを弾きながら森重さんが、うん、旅館の前で歌って残したっていう、あ、そう、が知床城なんですけど、うん、同じメロディーで今の歌が、もしかすると後で歌詞を作られたような気がするんですけど、うん、私物の100年以上のなんか前のギターをお持ちになって、なんか、はい、それですかね、これ、うん、約150年ぐらい前みたいなんですね。ニューヨークの古楽器屋さんで、うん、本当にボロボロになってたんですけど、うん、見つけて、そうあの続きをじゃあ私が知るところでしょう。ちょっとお願いします。あの時森重さんが歌ってらした時より私今の方がちょっと年上になってるかもしれない。この岬に浜那須の咲く頃、思い出しておくれ俺たち。コンサート、ほろ酔いコンサートおできになる。今年は11月の12日という割と早いスタートになるんですけど、そうで日本酒飲みになるんですって。はい、今年は振る舞いだけも結構今までちょっとコロナで、うん、できなかったんですけど、皆さん飲んでいただいて、うん、でステージの上に一升瓶を置いて私も飲みながらすごい福岡とか沖縄とか大宮とか珍しく、すごい、熱
京で、12月26、27と最後があるんですけど、うん、その27日このホロエコンサートの千秋楽の日に、うん、私はあのめでたく20歳にそうなんですか。去年50周年だったんですね。本当は東京、そうです、あの50年経って東京が50回なんですけど、あまり節目がはっきりあるとなんか終わるんですかって言われて大阪がまだ46回ですからとかいろいろ言いながら、まだ目標は全然できる、歌える限り歌いたいなっていうふうに思って、うん、毎年ホロエコンサートは続けたいなと思ってるんですけど、いいですよね、まあでも毎年毎年こう一里塚のようにこうやってホロエコンサートがやれたので、うん、それで私はここまで元気にやってくれたような気がします。もう皆さん のおかげです。でもまあ千秋楽は80歳のお誕生日っていうか、そうなると80歳ってどんなだろうって思いになるんですね。どんなですか私過ぎちゃったから随分前に、随分前まさか80になると思いませんでしたけどあっという間に来ましたねあっという間に、あっという間に、はい、これからもそんな気持ちでしたいと思います本当にね、笑っちゃうわね。あっという間でしたね。とにかくいい80歳をお迎えくださいませ、はい、の美味しくお酒を飲みながら、どこまでも楽しく。今でもお酒美味しい？美味しいです。もう全然変わってない。そう、いいわね。皆さんと一緒に飲みながらね、できるのは羨ましいことでございます。どうもありがとうございました。徹子の部屋はテラサで過去の放送回を配信中。ずっと一緒に頑張ろうね、社長。